バルセロナに帰ってきました。これからランチ行きます。小籠包食べに来ました。ここはできる前に Vlog で撮った場所です。味噌ラーメン食べたい。冷やし味噌ラーメンとか何これ。冷やし味噌ラーメン、はい、ほら、何にしようか。ここは小籠包のお店だね。お水頼んでました。乾杯。まず担々麺と、はい、担々麺、はい、温かい、はい、あとベジタブル冷やし味噌ラーメンと、はい、あとわかめサラダ、はい、あとはブラックトリュフ小籠包と野菜餃子、はい、前来た時はまだ工事中だったけど、すごい素敵なお店になりました。ラーメン、これラーメンすごい、ラーメンスープこれすごいよ、これそう楽しみだな。メンマいただきました。そうなんですね。メンマは人気なんです。すごい、みんな大好き。メンマみんな好き。ベジタリアンナンバーっていうか、ほら、あの肉入ってないんで、はい、で、うちはあの来た作ってないんですけど、うん、他のレストランとか結構来たメンマを袋の、はい、液体のままなんかその出したり水だけ切って、結構臭いんですよ。なるほど。いただきます。自家製メンマ。もう美味しい。わかんない、食べてみたら。いただく。これラー油ないとこ、あの、だってごま油でちゃんと炒めのメンマに、うん、練習料理学校みたいなのとこのオスカルという試験に行って、うんうんうん、で研修で来てたんですよ。3ヶ月間4ヶ月間から4ヶ月間から、うん、彼が好きなのが将棋なんですよ。将棋、将棋、将棋のプロ。将棋のプロ、すごい。で、これがお醤油とお酢と黒酢と砂糖が入ってるソース。こっちはシチュワンソースでちょっとピリ辛というか。あ、美味しそう。いただきましょう。いただきます。うん、おいしい、おいしい。野菜餃子、うまい、パリパリしてる、ムキムキもして、うん、そうそうそう、パワーできてた。めっちゃおいしい、メンマめっちゃおいしい、めっちゃおいしい。おお、担々麺と冷やし味噌ベジタブルラーメン。はい、冷やしベジタブル味噌ラーメンだって初めて。初めてだね。いただきます。一番ソース足りなかった。あ、これに。あと味変で。あ、ありがとうございます。どれどれ。うん。うん。うまっ。おいしい。ちょっとこれちょっと。新しい。すごい新しい、美味しい。あ、うまっ。これも食べてみるわ。うん、そんな辛くない。結構
ちゃ美味しい。この椎茸超美味しい。椎茸、干し椎茸を、めっちゃ美味しい。いただきます。冷やし味噌ラーメン。うん、美味しいよね。美味しい。確かにこれ食べたことない味。美味しかったです。ありがとうございます。さてどうでしたか、若菜さん。なんかもうね、すごい生き生き働いて楽しそう。みんな楽しそうだった。すっごく良かった。もちろん美味しいのはもちろんですよ。でみん な食べてる人も働いてる人もすごい生き生きキビキビしてて、ね、なんかとってもいいエネルギーでした。今何時だ、2時か3時だけど満席だったね。3時ぐらいか、今日金曜日だから、うん、金曜日はもう午前中ぐらいで終わるんだって仕事が。仕事がでしょ。だから3時ぐらいからすごい激混みなんだって言ってたら本当にそうだった。満席だって。満席。1年前にね、でもあのお店できない時から来て、そうそうそう、感慨深いね。ねえ、本当だよね。だって素晴らしい。前のお店がなくなってさ、どうしようかって話してたじゃん、一緒にさ。そうだよね。それでなんかオファーが来て、でなんか本当にできるかなみたいにね、言ってて、うん、お店いつできるかなみたいな感じだったところからだったから、なんかすごいあの大人気ぶりを、うん、なんか嬉しいよね、こっちもね。いや、もうすごいちょっと感動したね。ぜひバルセロナに行ったら皆さん小籠包へね。